こんにちは。こんにちは。今回はちょっと以前紹介したフォアグラ、はい、お切り落としで 500g で3000円しないぐらいね、うん、の安いやつで常備してるんです、はい、でパスタを作ります。フォアグラパスタ。そうです。美味しい。高級料理店の、はい、高級料理店かどうかは分からないけど高級料理店で出るフォアグラパスタ。分からん。食ったことないフォアグラパスタは。もうない。で、いろいろちょっと調べてみたら、あのクリームパスタみたいな感じでフォアグラパスタしてる人はいたから、うんうん、逆にペペロンチーノ系フォアグラパスタ美味しそうじゃないかななんて思って。なるほど。オリーブオイル、塩、ニンニク、フォアグラでなんかやってみようかなと思いました。はい。ニンニク多めでもいい、胸よし。あ、全然。なんかいい感じにフォアグラをさ、なんか2、3センチ角ぐらいに切ってほしいな。はい。これ何分ですか？7分です。あ、ごめんなさい。いつもあの見た目でやってた。何分にセットした？7分？7分にした。ちょっと伸びるかな。大丈夫。大丈夫。6分ぐらいで俺が出すから。ニンニクはもう2かけ入れちゃいます。当たり前しかないのに。このぐらいの大きさでどうだろう？ぐらいの。あ、いいですね。もうちょっとちっちゃくてもいいですよ。もう少しちっちゃくて、まあ、その大きさもありつつ、このぐらい。いいですね。完璧です。ありがとうございます。で、これは潰した方が風味が出るとよく言われている。いろんな大きさをこんな感じが風味が出て美味しいって習ったことがある。だから適当にちょっと大きめにして、このクズも入れる。オリーブオイル入れます。はい、うん、ちょっといっぱい入れちゃおう。あえて大きいのを残してちっちゃいのを使えばいいんだ。ほんと揚げる前にやんないといけなかったね。ニンニク油で拭くよね。いい香りがしてきた。ほんとや。わー、めっちゃいい香りしてんじゃん。量的にはこの、あ、いいですね。もっと入れちゃいましょう。もっと入れちゃいます。贅沢にしましょう。はいよ。本当ですよ。はい、楽しい。オッケー、ありがとう。え、すっげえ量だ。すっげえ量なのよ。よーし。あれ？あれ？いや、なんか確かに宗男君が最初言った量で完璧だった。あれ？何？文句あんの？いやー。うわ、美味しそう。裏すごい。で、あとは麺と絡めて、塩一つまみと、これだね。美味しくなるかな。やろ。あれ、いつやったっけ。正月冬フォアグラを言ったら絶対それをみんな言ってくれるから嬉しいんだけど、あのガレージで食ったやつ、そうそう、ケツヤマージャンの時ね。そうそうそう、あれめちゃめちゃうまかったの。しょうちゃんも人生で一番おいしい食べ物って言ってくれてるし、キムもなんならちょいちょい言って、直樹さんも言ってくれるけど、あれ衝撃やった。美味しかったね。美味しかった。ちょっと夜食作ってくるって冷蔵庫開けてフォアグラあったからすき焼きのタレで焼いてパン持っていただけて、マジでなんか印象がめっちゃ残ってる。美味しい。印象が残る。印象が。ああ、なんかさ、鶏ガラスープ入れていい。うん。なんか塩焼きそばって美味しいじゃん。美味しくなりそうじゃないこれ。なりそう。はい。いきまーす。合わせまーす。はい。箸の方がいいかもしれないです。美味しそうじゃない？うまそう、うまそう。すごい美味しそうだよ。最後に一人くのせるんですかね。あ、それいいね。シャ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 。パセリいっぱい。これでも、これでもかってくらいパセリ。あのコンビニの弁当の下に乗ってるような感じに。青のりやん。青のり。コンビニの下に乗ってるようなやつになったやろ。なんかこう、くるって回しておくよね、こうやってね。
なんかトングみたいなやつ、ね、そうトングみたいなやつあるけどね、あるけどね、チロスかな、あーうまそうですね、焦がしニンニクも込みで完成でーす。いいじゃん、美味しそうじゃん、うまそう、うまそう、フォアグラパスタでーす、いただきます、いただきます、これうまそう、うまそう、それではいただきます、はい、いただきます、うまそうね、よし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 、フォアグラの部分、いただきます、あ、フォアグラやっぱり美味しいね、うん、あ、うまい、うん、薄い塩ですか、塩コショウ、塩、ね、うん、いや、まあ、言われてみれば結構さ、いつもさ、そんなに塩入れるっていうぐらい入れてちょうどいいんだよね、あのこのペペロンチーノ系作るときって、うん、でもさ、入れすぎたら元に戻れないじゃん、だからこっちで入れようと思ってちょっと少なめにしたけど、にしてもだったな、あの、茹でるときに結構入れたら、うん、意外に味つきますね、パスタのときね、うまい、どうですか、うまい、ちょうどよくなりました、おいしい、うん、ニンニクがパリッとしててすごいおいしい、うん、うまい、確かにフォアグラはクリームパスタの方が合う気がした、でもうまいよ、うん、うまい、うん、めちゃめちゃうまい、以上で、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、おいしくございます、ご視聴ありがとうございます、メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、はい